ヤルマネスよ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日は日本でバカ売れしてバズってバズってバズりまくってるヘアオイルをご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日はね、ヘアオイルのご紹介なんですけど、もう日本でね、めちゃくちゃバズっててバズっててバズりまくってて、もう市場じゃなかなか買えないっていう商品なんですよ。で、やっと僕手に入れたので、まあその使用をしてもう何日か経つんですけど、その使用感を皆さんの方にシェアさせていただきたいのと、詳しい内容の方を皆さんの方にご紹介できればなと思っております。で、早速なんですけどね、商品はこちらになります。トラックオイルなんですけど、皆さんね、ご存知ある方いらっしゃいますでしょうか、このトラックオイルね。で、ケースがこういうのね、ボックスの中に入ってるんですけど、もうめちゃくちゃ香水みたいですよね。で、まあ最近、金木犀の香りがめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。まあツイッターの方でもツイートしたんですけども、これが買いたいって言ってて、その何日後、2日後ぐらいとかに購入できたので、めちゃくちゃラッキーと思って。で、これでね、日本の会社が作ってるんですけど、大阪の会社が作ってて、大きなヘアサロンとかでは使用してるのがすごく多かったりするんですけど、まあこれね、天然由来が 99.19% で作ってて、酸化しにくいオイルなんですよ。で、全身にも使えるし、髪の毛にも使えて、まあ、ナンバー1、2、3っていうね、3つの種類があるんですけど、3に行くにつれて保湿をしてくれるっていうか、オイルが乾燥しがちな人に向けて作られてるんですけど、僕はね、この3番を使用してるんですけど、主に髪の毛で使ってるんですけど、手とかネイルする方ではネイル用にとか、あとボディ用にとかも使用できるんですけど、で、金木犀の香りがするんですよ、こちらね。まあ、金木犀どんな香りなのかなっていうで、ね、わからない方いらっしゃるかと思うんですけど、なかなかね、あの動画の方で香りの方は説明しづらくて、まあ、テクスチャーもこちらね、どっかで金木犀の匂い試せますかっていうのもあるんですけど、なかなかね、このね、テクスチャー試すところもないんですよ。で、商品売ってるところもテクスチャーの商品をないっていう状態で、なかなか試せない状態で、僕はまあすごく流行ってて、レビューも良くて、オイル探してっていうところがあったので、僕はちょっと購入したんですけど、まあ、酸化しにくいっていうところと、まあ、あと金木犀っていう香りのところと、あと 99.19% の天然由来成分っていうところで、ちょっと僕は惹かれて購入をしたんですけど、で、こちらね、 90ml 入ってて、まあ、3520円なんですけど、あのね、もうすごく転売されてるんですよ。で、いろんなところでね、まあ、ヤフーとかもそうなんですけど、楽天とかもそうなんですけど、まあ、倍以上しますね。まあ、7000円ぐらいの金額なんですよ。で、まあさすがにね、7000円ぐらいの金額だと、僕もちょっと2倍の金額を払うのはどうかなと思って購入はしなかったんですけど、まあ本当にタイミング良くて、まあ、購入ができたっていうのもあったんですけど、僕はノラヘアサロンっていうおもちサンドのね、ヘアサロンの方で購入させていただいたんですけど、まあ本当にタイミングが良くてね、購入できたっていうのもあるんですけど、まあ今ね、僕ね、使ってるんですけど、朝起きて、まあシャワーした後に髪の毛も洗うんですけど、その後に、まあ濡れてる状態でこのオイルを本当にね、少量で3倍に限ってはね、まあ、すごく髪の毛がね、ちょっとオイリーになりがちになっちゃうので、いっぱいつけると。で、僕は本当に少量つけてこんな感じなんですけど、非常に気に入ってます。で、少量で使えるっていうところもあって、気に入ってるところありますね。で、僕がオイル使うやつって、結構他のメーカーとかだとニュクスとか N ドットとか使うんですけど、それぞれいろんなところに使うもので分けてはいるんですけど、ニュクスとかだともう本当に顔に使えるんですよ。もう今の時期、僕、まあ、肌乾燥しがちなので、まあ、顔にも使ってるんですけど、髪の毛にも使えるっていうのを両方使えるので、すごく大好きなニュクスなんですけど、ニュクスはもうずっと継続的にもうここ 4,5 年ぐらい使ってるのかな。めちゃくちゃいい、本当にヨーロッパのメーカーなんですけど、まあ、本当にそれはもう手放せない一つなんですけど、まあまさにこれも手放せないトラックオイル、あのナンバー3一つになるかなと思うんですけど、で、 N ドットは N ドットでめちゃくちゃいいんですけど、僕ね、カバンの中に入れて持ち運びすることが多かったりするので、まあ、飛行機とかね、そういう時にこの瓶のやつとか重たいし、ちょっとね、これはチューブはね、中に入ってるチューブに変えたんですけど、基本的にこの瓶で持ち歩くっていうのは、持ち運び用にはちょっと適してないなと思って、自宅に置く用として使ってはいるんですけど、で、その後にこれ全部使ったら、ディフューザーとして使えるみたいな、この瓶がね、っていうように言われてるんですけど、僕はね、ディフューザーとしては使わないですね。まあ間違いなくこれ全部使ったらこの瓶は捨てるかと思います。その踏まえても、この瓶の値段だけでもちょっと
コストダウンしてくれたらめっちゃ嬉しいなって僕は思ったりするんですけど、 N ドットとかね、もう量も多いし安かったりするんですけど、まあこれ瓶がねプラスチックなので N ドットの感じにしてくれれば僕はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、まあこのナンバー3も使って思ったことなんですけど、ナンバー2とかもちょっと使いたいなと思いましたね。で、金木犀の香りがするっていうんですけど、非常に強いって言われてはいるんですけど、いや全然しないですね。結構飛ぶ感じがしますね。うん、本当にあの金木犀の香りがするっていう感じなんですけど、いやそんなにしないんですよね。うん、そこら辺はね、金木犀の香りは気にしてる方いらっしゃいましたら、そんなに気にしなくていいかなと思います。使用感だけで、あのこの使用感だけで、まあ、気に入ってくれた方は購入してもいいのかなって僕は思いますね。で、あと酸化しにくいっていうのって非常に良くて、酸化するとオイルの変な匂いになっちゃうんですよね。で、それが酸化しないトラックオイルっていうのは非常に僕は気に入った点でもありますね。まあ朝つけて、まあ、夕方になってくると変なオイルの匂いになっちゃうんですよね。それが防げるっていうのはここ何日か使用して思ったことになります。で、全成分なんですけどこちらになります。はい、オリーブとかひまわりとかひまし、ブロッコリーとかレモン、ラベンダー、こういうねだん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 なんですけど、こういうオイルの方が入っておりますね。はい、まあこんな形で非常に評価が良くて、もうほんと市場では入手困難なんですよ、特にナンバー3はね。なので見つけたらもう買った方がいいと思いますよ。僕はまあ正規の値段で3000いくら3500円ぐらいとか買ったんですけど、まあ倍の値段はねさすがに厳しくないですか。7000円ぐらいはねで売ってるんですけど、ヤフーとかで、さすがにそれは僕は購入できないなと思ったんですけど、まあそれぐらい払ってもいいような商品だったり、まあバズってるからねそういうになっちゃうんですけど、はい、なんですけど、まあもしね気になるからいらっしゃいましたら、まあ、トラックオイルね、ぜひ使用してみるのはいかがでしょうか。日本の会社が作ってね、大阪の会社が作ってるんですけど、まあ本当になんか僕が思うに、なんか韓国でもそうなんですけど、こういうヘアワックスとかヘアオイルとか大阪で作ってるものって非常に多くて、韓国でもワックスあるんですけど、キューブワックスっていうのは結構見られるんですけど、それも大阪なんですよね。大阪って多いのかな、日本で作ってるそのコスメの工場とかが、そんな感じがするんですけど、まあね、あのこの機会にトラックオイル僕めちゃくちゃ気に入ってて、これもうちょっとリピート商品かなと思ってるんですけど、なかなか今後も買えるのかちょっと心配なんですけど、一回ねこの瓶を全部使ってみて、ちょっとあの、まあ、今は髪の毛で使ってるんですけども、顔とか体とかそんな感じで全部使ってみて、ちょっと試してみようかなと思います。はい、今回はこのねトラックオイルのナンバー3のご紹介をさせていただきました。はい、なんか気になる方いらっしゃいましたらね、下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。